みんながみんな家族のような、こうそれぞれお互い支え合っているような、感覚がもともと皆さんあるんだなということを過ごしていて感じました。全国的にも有名な桜の名所、伊那市高遠にバス停アートって呼ばれる面白いバス停がいっぱいあるんだって。東京の大学のお姉ちゃんが来て作ってるみたいなんだけど、ちょっと見に行こうよ。バス停がいろいろな形をして、いろんな場所にあることがすごい面白いなと思って、話を聞いてみたら、こういろんな地区の方が、自分たちで作ったり、お茶をする場所に使ったり、こう皆さんの生活が交わる場所なんだなということが分かって、それがより一層面白い場所だなということがきっかけでした。各バス停ごとにテーマや、取材を重ねて、そのモチーフを決めたりデザインしました。あのね、この路線にバス停アートって呼ばれる面白いバス停が22箇所もあるんだって。見て、これが全部のバス停のモチーフ。なんか不思議な生き物がいっぱいいるね。高遠駅から出発だよ。出発進行。中学校を卒業したら新しい世界へと旅立っていくという一連の流れを物語にして描きました。卒業した後新しい世界へ旅立つってことのこう背中を押すような絵になればいいなと思って描いています。わあ、バス停の中に何かいる。バス停ではね、龍の中に座れるんだって。わあ、恐竜に食べられちゃうよ。上りと下り、両方にバス停があるんだね。こんなバス停だったら、バスを待っているだけで楽しそう。お姉ちゃんの優しい気持ちがいっぱいだもんね。あと17箇所、次も見てねー。